リニモなんですよ今すごい静かで、感覚でいうと、スーッとなんか滑っていってるような感じです。2005年の愛知万博に合わせて開業したリニモに乗って、今日の目的地へ日本唯一、磁気浮上式のリニアモーターカーで、動くパビリオンと呼ばれていました。名古屋の東側 藤ヶ丘駅からおよそ15分で駅に到着ですはい今行きたい駅愛知九博記念公園駅に到着しました万博の会場だった愛知九博記念公園 この公園の中におととしオープンしたのがスタジオジブリの作品の世界を体感できるジブリパークです今年3月に5つ目のエリア魔女の谷が開園今世界中から注目を集めていますジブリパークの入場は予約制ですが 公園内のパーク外側にもチケットなしにジブリの世界観を楽しめるところがいっぱい皆さんにご紹介しますおーエレベーター灯ですねジブリパークに来たなってこれ見ると感じますね申し遅れました私東海テレビ新人アナウンサー名古屋出身の犬塚しおりがご案内します 魔女の谷のエリアの全体が見られる展望台があるということで早速行ってきますこの上です展望台では歩いてでもスロープカーでも登ることができますおすごいこうやって近くで見るとすっごい大きいですね 高さ2 0メートルのハウルの城にジブリキャラクターで飾られたメリーゴーゴランド作品に登場する建物などを一望することができますしばらく眺めているとあ、煙動動いてますすねくんでかまさに動く城を見ることができました。 展望台は小学生以下は無料ですが大人はゴールデンウィーク中入場料がかかりますのでご注意ください愛知九博記念公園は広さおよそ200ヘクタール多くの自然が残されていますジブリパークはその中に5つのエリアが点在していて じっくり歩くのもおすすめですが、風のように移動できる乗り物もあるんです。あっ、猫バス。バス停になってます。隣のトトロに登場する猫バス。トヨタの6人乗り電気自動車を使って、デザインは宮崎五郎監督が監修しました。 この手が肉球が前に向いてるということは、ちょっと飛んでる姿ですよね。後ろに回ると大きな尻尾とユニークなナンバーも。はい、それではお取りします。記念写真を撮っていよいよ乗車です。カフカです。 は毛足が長く、アニメで見たように座るとふわふわと沈み込む感じがします。行ってきまーすー。行ってきます。物のけの里とどんと小森の1.9キロを移動する片道10分の旅。猫バスに乗るには乗車料が必要ですが。

あります。隣のトトロのめいちゃんが忘れてしまったトウモロコシと帽子キャラクターたちの忘れ物は何種類もあるので探して歩くのもいいですよはまりますねやっぱりもう行く人が行くとあそういうはまりますねるる似、ね、似合合っってて <laughs> 回答に困ってるじゃない。ですか僕が言ったら、トトロですみたいな。確かにそれはそうかもしれないですけどね。どう、猫バスって、どうなんですかあれ本当に、椅子もふわふわですし。走ると風が気持ちいいんですよ。なるほどね。緑。開放感ね、いっぱいありますからね。菊池さん、いかがでした?。いや、広いんですね。広いんですね。ルーマー世界観がね、再現されてて、僕も行ってみたいな。はい。あと、自然もね、いいんですよね。 でこちらなんですけど、はいうん、今はネモフィラが絶景ですこのようにジブリの建物と一緒に写真が撮れるこの映えスポットもあるんです、はいはい、そしてね、新緑もいっぱいあってねはいそうなんですこれは展望台からの写真なんですけど、はい、このエレベーター塔からもお城が見ることができてこれはさらに森の中に隠れたお城を見ることができてそちらも神秘的でおすすめです、うん、はい。あと他にもイベントが はい、はい、そうなんです、えー。全日本うまいもの祭りが今月の6日まで大芝浦広場で開催されています。リニモワンデーフリーキップを使うと入場無料になりますので、こちらもおすすめです。はい、アンビルさん、是非、はい、リニモで行ってみてください。意欲、はい、をグーッと広げて行こうかなと。<笑><笑>ありがとうございます。<laughs> はい、以上ゴールデンウィークに行きたい駅をご紹介しました。